お疲れちゃんのサラッです。今日ですね、こちらミオジョンニュートンチマイゲームやっていきたいと思います。ということでね、新カードマイティディガーが、出たと思うんですけども、こちらでねちょっと高回転で、マイティねいっぱい出していこうぜということでやっていきたいと思います。まあチャンピオンなんでね、場に1体でしか出せないんですけども、まあ高回転でね、まあ、ディガーとマイティでどっちがマイティでどっちがディガーなんだいってことで、さあ、順調目指してねやっていきましょう。で、僕の、マイティ君の、マイティ君、はい、の評価は、まあ、そんな強くはないです。で、だけど、別にめちゃくちゃ弱いわけでもない、本当に使えないことは、使えないわけではないよね、ちゅう感じです。はい、まあ、使い方次第かなと思いますね。なので、まあ、マイティ一旦出しますか。だからね、ディガーとの組み合わせ、相性がね、いいなと僕は思ってます。そうなので、まあ、ディガーとこういい感じに組み合わせながら、やっていけるといいかなと思いますよね。さあ、こういうところでね、逆サイにも行きながらの、さあ、で、単体には強いので、こういうバルキリーとかには結構強いですね。でさあ、高回転なので、しっかり両サイね、振っていきましょうか。で、今回の相手はスキラかな？アイウィズザッピーのボーラーってことは、まあ、残り1枚、着衣、1枚でもね、スケラもあるわ。アチャクイフリーズ。まあ、いっぱいあると思うんですけども。まあ、スケルトンラッシュかなっていうので、さ、神相性を引きましたね。で、僕がになるとマジでね、うまいですよ。これ、いきますよ。いっちゃいますからね。からの、マイティで、穴を掘って、ディガーがいるので、さ、このマイティが、相手は、激渋にガチで、ぶっ刺さるよ、これ。ぶっ刺さり、いやー、思ったより刺さんねえな。ね、思ってる刺さんないんですけども、まあこれね、ディガーと組み合わせながらいくと、いやー結構ね、こういう、なんだろう、単体ユニットしかない相手にはぶっ刺されますね。やっぱマイティの弱点が、まあ小物系ですね。うん。まあ小物系来たら爆弾置いて逃げれば、まあその小物系を処理はできるんですけども、まあ移動できないタイミングとか、移動した後に小物で受けられると、やっぱ結構厄介というかもう嫌なので、まあ、この小物系がいないね、このスケラにはね、結構強い気がしてます。さあ、まあこれ最悪掘って逃げればいいんでね。でまあここは、復帰は見るんで、あとマイティね、スケラにすごい弱いです。スケルトン処理するのにもやっぱ時間かかっちゃうんで、そう、こういうのにはすごい弱いんですけど、これね、ちょっと、ああ、めっちゃいいな、それ。めっちゃいいけど、俺のこのマイティも意外といい。からのもう一回さ、逆サイドに移動とかしたらおもろいかもね。いやー、で、リセット系のね、ザッピーとかエリジェイとかにはものすごく弱いです、この子。毎回リセットされるとね、なかなか攻めを通すのが大変やねんっていうので。さあ、まあここはウッドで、耐えながらの、さあ、これね、めっちゃおしゃれです。見てください。からの、逆に持っていきます。はい、これですね。で、こっちにユニット探したことによって、相手はね、そんなコストがねえだろっていう。からの吹き矢まで追加して、アイウィズが出てくるんで、ウッドでしばきながらの、さあ、ディガーも入って。いや、もう、これはもう単純に俺がうまい。さあ、吹き矢が入って、勝っていくっていうので、こういうね、単体ユニットしかない相手とかには、もうマイティでユニット出させて逆線に逃げてディガーとか、みたいなのが結構強かったりしますね。さあ、ナイス勝利。まあ、あんま強くないですけどね、マイティ、本当に。と思ってます。まあ、わかんない。この、戦い方を見つけたら、化けるタイプなのか、それとも、単純にこう、戦い方慣れてくると、逆にこう、対処されやすくて、本当に、ガチで使い物にならないね。今のゴルナイぐらい、ガチの弱い感じになる、可能性はまあ、ある。まあ、僕はそっちよりだと思ってるんで、マイティ、本当に真ん中で受ければ、消えられても結局出したユニットで、なんかターゲット取れるんで、そのまま。なんかね、本当に真ん中で受けるのを徹底すれば、ガチで、ただの弱いマイキーになる。よいしょ。さあ、ということで、まあ、ディガーもあるので、プレッシャー与えながら、やなめ持ってましたね。さあ、スケラちゃんかな？いや、このファイスピンめっちゃでかいよ、俺。で、ウッドで削りながら、で、まあ、墓石とかにはね、まあ、なんとも言えないよね。まあ、一旦マイティ。で、まあ、チャンピオンなんでね、この今、マイティが出てる間は、カードサイクルが3枚で、回るようになるんで、
吹き矢とか出してカード3枚回せばもう1回吹き矢とか回るんで、まあ、この間のね、この高回転のカード回しは結構良かったりもします。まあ、あとこれ逃げてもいいですね、ぶっちゃけ。うん、なんか墓石とかさ、こういう相手が嫌だったらね。で、爆破置いていくので、一応ね、ちょっとだけインドアとかにもダメージ与えれるよねっていう。さあ。で、バルキリーをついでに、ボコしてくれましたね。なんかこう見るとね、なんか悪くなそうなんですけどね。悪くなそうなんですけど、結局、上手い相手になってくると、多分刺さんないんですよね。うん、今はね、まあみんな慣れてないのもあるかもしんないけど、普通に刺さんないと思うんですよね、多分。慣れてさえしまえば。そう、だから、まあ、防衛では強いけど、やっぱ攻めでは使えないっていうので、やっぱ攻めて腐ると、まあもうそれだけでなんかね、本当に使い物にならないっていうと言い過ぎですけど、あんまり活躍できないよねっていう、さ、まあこういうのマイティ聞いてもよかったかもしれないですね。さあ、ディガーと組み合わせたいけど、まだ歩くのが遅いんでね、このなんかほんと、カタツムリみたいな。お前走ってくれやってね、思っちゃうぐらいですね。まあ、ディガーザップとかで多義変するのはありですけど。さあ、でも、僕は結構ゴリゴリ攻めていきたいですよね。嫌な目も持ってるって感じで。さあ、まあ、マイティ一旦出して、一生ハイスピとか、まあ、ディガーコウモリかな。相手嫌な目なんでね。チマチマやっていこうか。今のところマイティ、なんかそんな活躍してないかもしれないんですけどね。あの、逃げます。さ、一旦爆弾、うんこだけ置いてってもらって。ね。さあ、なんか、めっちゃスケキングやばい。スケキングちょっと悪さしてて、あ、ザッピーにね、マイティボコボコにされてるわ。ガチで。えぐいぐらいボコボコにされてる。さあ、ヤナメとか今使ったので、このサイクルはね、ちょっと攻めたいですね。さあ、攻めながらの、まあ、掘る必要がないかな、ここに関しては、マイティ。掘ったところで何も変わんないんで、さあ、そう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 、いや、もう、マイティ、足引っ張ってんな、ちょっとだけ。ちょっとだけね。うん。さあ、まあ、来たら端前止めてもいいけどね。HP はね、ある方なんでね。でさあ、この間に、耐えると。耐えながらの、よいしょ。吹き矢ディガー。これもう一回ディガーですね。さあ、大体矢なめ使ったか。まあ、ファイボーとかが来るかもだけど。よいしょ。さあ、後ろに下がってるけど入ってからでグーン。まあまあ、この吹き矢コウモリ、ディガーの組み合わせが強いので、まあそこだけで普通に戦えるよねと。で、もうちょっとね、マイティがこう、やる気出してくれたらね、いいんですけど、今のところ本当にただのトロイ、カタツムリちょっとね、あ、カプ軍みたいな、この人、高回転うまい族ですね。普通にマルチトップに。いるようなうまいやつです。さあ、ディガーとファイスピまでやって、ファイスピか、あー、シンプル高回転ロイホグ説あるな。圧着衣のね、まあ、圧着衣ロイホグ今強いですからね、本当に。うん、やっぱ結局圧着衣にはかなわないのがね、マイティみたいな。で、マイティ使うなら外側に出しといた方が、移動した際にね、結構反対側のなんか対処されにくいんだね。出すならできるだけやっぱ外側の方がいいですよ。よいしょ。まあこれはでも間違いなく移動しますね、僕は。うん、移動し得だと思います。で、爆弾で圧着衣にもちょっかい出せると。うん。いや、でもスケとかには弱いので、いや、このね、スケと大砲の受けはうまいですね、相手。さあ、まあディガーで削っていいかな。で、今回ロイフグなんで、ガチでマイティ邪魔っすね。邪魔って言い方するとあれなんですけど、活躍する場がね、うん、全然ない。さあ、ロイホグ来ない。まあマイティとコウモリとかでね、なんかマジでマイティがね、このロイホグに対して、まあ言ったらこう、なんだろうな、もう雑魚なわけですよ。対ロイホグに関してだけは雑魚。で、こういうね、相手うまいですね。大砲とか真ん中で受けられると、もし潜ったとしても、結局ね、すぐそのまま大砲に撃たれて、処理されちゃうんで、真ん中でね、今みたいな受けをされると、さあ、渋くはなってくる。いやー、勝ってるんかな、これ。勝ちたいけどね。やべ、ミスった。
これマイキーガチでガチでこっち逆に言ってもらって、まあ爆上がるのはちょっといいけどね。いやーさあギアをねウッドでしばかれる。いやマイティ走ってくれりゃねこれめっちゃいいんですけどね、走らんからねゆっくりなんすよこれがまた。さあでも耐えるで、スケ使ったので、一旦ね。さあ、まあ、マイティ出して、これは爆破で移動かな。やばい、移動したらやばい、浮きがなくなった。ちょっと待って。もし浮きがなくなった。ちょっと待って。やめて、あっちが消えないで。ウッドル下げて。耐えたい、痛い。いや、マジで。このね、やっぱこの、これなんですよ。ん、僕がマイティ大嫌いな理由。うん。なんかさ、いつもで生きてるくせにさ、これ、ね、相手がね、うまかったときに何もできない。よいしょ。なんか刺さるときは刺さるけど、刺さんないときは刺さんないっていうので、このね、ちょっと安定感がちょっとないですよね。ロマンはあるんですけどね。うん。刺されば楽しいんですけどね。刺さんなかったときに、オワコンとしちゃうっすね。さあ、まあ相手がうまいのもあるんですけど。さあ、これはグッドゲームというので、まあこれが大きな弱点かなという感じかな。まあ刺されば強いけど、刺さんなかった時にそんなだよねっていうので、やっぱ今までのこの全てに戦えるアーチャクイとか、まあそういう剣には及ばないね。強化される前のスケキンみたいなね。刺されば強いけど、刺さんなかった時に本当に雑魚だよねっていう。そんな感じかな。さあ、で、今回相手はディガー、ウキヤ、同じようなね。もしかしてあなたもマイキー？まあ、高回転オールブレーカー、高回転、いや、なんだろうね、わかんないけど。さあ、マイティの出番か？やっぱマイティ、なんだ？あー、迫撃関係じゃないですか？まあ、小物系ですね。あの、マイティのマジ大嫌いな小物系です。まあ、吹きやウッドとか周りでカバーはできるっすね。これ読みなんかスッペル来たら怖いっすよね。よいしょ。まあ、ウッド使って、で、ヤナメ使ったんで、ヤナメ使ったんで、もう別になんもないんですけど、さあ、まあ、耐えながら、うわ、痛すぎる。まあまあまあ、ディガーでカツカツって感じかな、俺は。うん。まあ、ディガー削り。よいしょ。さあ、ファイスピリチェイチしながら。まあ、今回、マイティが刺さる場所はね、意外と少ない気がすんな。あれ、まず、これ、竹取れてない。あ、渋。あ、でも、これは、逆に、ん？なんか微妙か？え、待って、俺、マイティ下手？じゃあ、もしかして、俺が下手？逆に、迫撃前に出して、迫撃延命するスケブとかを出さしといてからの逆サイ撤退マイキーが正解だったかもしんないね。うん。マイキーむずいね。なんか使い方次第でほんと化けはしないけどね。可能性はありそうですけど。さあ、とりあえず。まあ、この吹き矢がいいね。で、タゲ取れてるよね。やばい。痛い。ヤナメ打たないでほしい。延命したい。うわー、やばい。さあ、一旦タゲ変える。このね、これなの。このスケブたち。あは、マジで。やばい、小物系強いな、ちょっと。小物系がね、強すぎて渋い。いや、しかもこれさ、竹取れてないの？うわぁ、いやーマジかよマイティくん。いや、これ俺がもうちょっと上手ければな勝てた気もするんですけども、まあ、間違いなくアイゴレナイトゴーストとかだった方が勝てたよねっちゅう。まあ、マイティの使い方がね、まだまだ僕のヘッポコでしたね。さあ、というわけで、まあ最初とかのね、やっぱ単体系にはめっちゃ強かったって感じですね。
そう、まあ結構小物系が苦しいイメージあるんですけど、まあ、可能性はあるカードかなと。まあ僕は嫌いじゃないですけど、そんな強いとは思ってないんでね。まあネタというかちょっと楽しいカードではあるんでね、使ってはいきたいかなぐらいですかね。はい、まあおもろいんで皆さんもぜひ使ってみてください。チャンネル登録もねお願いします。ではお疲れ様でした。またね。